帰る前に生徒会室来い。会長。アキラ、なんで？誕生日は？ヒロコの誕生日だからさっさと帰るんじゃなかったの？明日までにコピー取っとけ、20枚。用事ってこれだけ？散々待たせて文句を言うな。別に言ってないけど、これくらい自分でやればいいのに。ところで、なんで泣いたんだ？泣いたんだって、美術の時間。なんで知ってんの？学校中の噂になってるよ。私が泣いたらなんで噂になるの？朝から変だったし、無理してたんだろ、総会ん時も。なんだよ、言ってみろよ。まさか、それで呼び出してくれたの？いかにもアキラらしい。コピーだなんて白々しい。なんだっけな、もう忘れちゃった。そうかよ。じゃあな。ありがとう、アキラ。コピー取っとけよ。もう大丈夫。ヒロコがどこの誰でも、たとえ彼女でも負けないくらい、私は幸せ。この学園で手に入れたスペシャルな毎日が、メソメソしてたらもったいないよ。学園祭まで指折り数えて、ドキドキとワクワクが学校中を駆け巡る。まだ挨拶もしてくれないの？運命カードどうぞ。一人一枚だよ。どうも、運命のカードね。どうだ、順調か？もちろん、ほい。あ、アキラ、まだ引いてないでしょ？俺は参加しないの。えー、うちの学校男のが多いだろ。俺とお化け係のラグビー部が抜けてジャストなんだ。そんなけど、ダンパには出ろよな。ああ、暇があったらな。よかった、まだチャンスはある。私ペアの子に振られちゃったの、一人ぼっちなの、寂しい。しょうがねえな。なんて一緒に踊ってくれるかも。サイジマ。はい。この俺のカードってもしかしてスドーザウルス？嘘。あのね、私も滝ガーマンの相手、私が探してあげるね。サイジマ、カードを交換？そう、私のと。悪いけど私持ってないの。え、男子が一人休んでて女子が余るから抜けたのよ。こういうの苦手だし。とにかくいいからこれもらって。じゃあ、スドーザウルスの羽が恋のキューピッドになる。スドーザウルスは最高のラッキーカードだよ。マミリンの恋もうまくいきますように。
ちょっと調子乗りすぎちゃったかな。調子乗りすぎ。おせっかいもほどほどにしとかねえと裏目に出るぞ。うん、まさか気絶させちゃうなんて。そうじゃなくて、滝川に女がいたらどうなる。え、もしそうならお前の行為も間宮には虚しいだけだぜ。そんな虚しくなんかない。え、彼女がいたって関係ないもん。分かってねえな。分かるもん。好きだったら一緒にいられるだけで幸せだもん。ちょっとしたことでも楽しいし、それで十分だもん。虚しくなんかないよ。分かってないのはアキラの方だよ。バカみたい、こんなことでムキになっちゃうなんて。いつも会ってる校内で恋の花咲くこともある。告白タイム。結局ヒロコのこと気にしているせいじゃない。お前が恋しい。さやきらさん、さやきらくん知らない。ああ、あいつなら保健師。さあ、知らないわ。私本当に平気だから早く行動行ってよ。ファンが待ってるわよ。ありがとう。気が向いたら行くよ。さっきからそればっかり。冴島さん、滝川くんなら本当に知らない。違う、須藤くんよ。知らない。知らない。なんだ、どこ行っちゃったんだろう。とにかく探しに行こうよ。しかしあの後半が踊ってくれるかな。当たってみなきゃ分かんないって。ちょ、どこかな。ちょっと待った。ひゃ、アキラと踊るのは私よ。誰にも渡さない、誰にも。こんな独占欲丸出しで、何が彼女がいても嫌だろう。頭冷やそう。見つけた。起きてたのね。なんか用か。え、 あのダンパー出ないの。だるい。相手もいないし、誰も誘ってくれないし、なんか寂しい。もういい。所詮現実なんてこんなもんよ。スタンドバイミー。どうせ私の虚しい片思い。俺この曲すっげー好き。踊ろうぜ。もしもしもよ、ひろこが妹かなんかで、彼女でも何でもないとしたら、少しはうぬぼれちゃってもいいのかな。
ンスなんて柄じゃないでしょ。よっぽどこの曲が好きなの。たまたま私がいたから。それともふざけてるだけなのかな。アキラ、あの日からずっと私、先生たちの粋な計らいってやつか。おい、二人どこに消えてたんだ。お手手つないだりしちゃって。え、生徒会室でエッチしてたんだよな。で、誰が。まったく、とんでもないこと言うんだから。ん、あ、マミリ、ごめんね。大丈夫、ごめんね。本当に今日は余計なことをしてくれて、とんでもない一日だったわ。おかげで楽しかった。私も今日のことは一生忘れない。一瞬のきらめきも宝物だね。一人じゃないって思う寂しい時は、誰かもあなたのこと考えてる。何もできないけど腕の中に抱きしめたい。その風が治るまで。